お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのスペル削りデッキをね久々に使っていきたいなと思います。というわけでこの昔ね結構流行ったこう害悪デッキだったり、こうまあ友達がいなくなるよだったり、まあこうねゴミデッキだったりいろいろまあ言われてきたデッキなんですけども、ヒースピがねこうまあ強くて、ヒースピプラスのまあ攻めを守りきれなかったんですよ。そう、まあなんですけど、ヒースピーもおさらばしてね、はい、もう新環境ほぼいません。はい、ヒースピー解放されてほぼ使われてないですよ、という環境ですので、まあこういったね、デッキが復活してきましたよ、というわけでね、久々にやっていきたいなと思います。今ですと、もうコウモリとかね、まあそういった小物系がちょっと増えてきたので、まあそこに対してすごいね、刺さるというか、もうコウモリがこのデッキからしたらそんな痛くないというところで、ね、美味しいです、来たら。はい。というわけなんですけども、今回はね、ディガーがね、入っていません。前までね、多分ディガー入りのデッキを何回か紹介したと思うんですけど、まあ、今日はね、ディガーなしですね。まあ、その代わり、まあ、スケがね、いて、高回転かつ、まあ、防衛力が気持ち高めかなというところでね、やっていくんですけども、まあ、僕はね、こう、ヒースピーなくなったからディガー削りかっていう発想に至るんですけど、まあ、別の発想を持ってる人は、このデッキクロスボウの、まあ、遅延テスラクロスっていうクロスボウデッキのクロスがポイズンになってるだけなんですよね。まあ、なので、まあ、もう一つの考えとしてはこうクロスボウ下方か、じゃあ、これ待ってミスったかも、やべやったこれやべカツン、いや、やばい、これ、いるか、いや、一応いるっすね。あ、危ねえ。いや、お前、どんなんだけ尖ってんねん。お前の指先は。いてててててて。ディガーがないので、こういうダメージがね、すごい当たると響いてくるんですよね、というところで、何の話してたっけな。そう、クロスの赤、ポイズンになってるだけなので、別の思考としては、クロス、下方か、じゃあ、クロス抜いてポイズンにしちゃえばよくねって言って、このデッキが生まれた、まあ、説もありますね。はい、まあ、なので、ちょっとクロスね、使ってる方で、まあ、クロス加法ちょっと痛えなと思ってる方は、ぜひこの、ね、雰囲気クロスデッキを使ってみてはいかがでしょうか。はい。まあ、でもクロスボウデッキって、こう、まあ、相手がロイジャイとか、なんかこう、まあ、クロスボウを通すのがなかなかこう、難しい時に、なんかもう本当に防衛、アイスイズテスラとかでもう守って、最後にロケット削り、もうウッドでね、削っていって地道にみたいな。まあそういう勝ち方も結構、なんだろう、当たり前に、戦術の一部としてね、使われてる。なんならクロスボウデッキってそっちの方が多いんじゃねっていうぐらい、その戦術でこう戦われるんですけど、よいしょ。とりあえずなんか適当に、アイスイズトルネウッドぐらいしとくと、本当に、いやマジでこれ適当にやってるだけでも誰でもこれ綺麗に見えるんで、ぜひね、この棒やっといてください。で、あとはもうロケットバーンって打っていくだけですね。はい。というような、本当に結構シンプルなデッキなんですけど、マジで防衛ができれば勝てるデッキなので、まあちょっと、俺防衛自信ねえからっていう人は防衛鍛えたい、鍛える特訓とね、思ってね、ぜひやってみてください。はい。で、これも別に、アイウィズいるんでね。これもなんならこっちに連れてきちゃう。このアイウィズにね。はい、いい感じにね。はい、でもジャイアンだ、お前はこっち来るな。やばい。こっちに連れてきたから。みたいなね、ところもあるんですけど。さあ。まあ、ここは地味になんかアイウィズがミリ残りしてるのが優秀からなので、ロケットとか撃つときに、この、手前、真ん中内側にやると、なんか僕たちってユニットを出すときに、もうこの辺に出すんですよ。多分相手にユニット出してきたときに、基本的にはこの辺で受けると思うんですよね。なので、こう、それはまあ相手も一緒で、まあ人間なので、はい。思考は多分基本的には一緒なので、こうなんか、こう内側からやっぱユニット出すんですね。そこに、こうなんかロケットとか打ってあげると、たまたまね、当たるみたいなこともあります。なので、ぜひね、なんか、スペル打つときは気持ち、相手の自陣真ん中寄りっていうんですかね。まあ、このあたりとか、このあたりとかに出してあげると結構ね、いい感じになります。で、この相手陣地のポイズントルネがね、めっちゃ強いですね。もうこれだけで削ってますね、と。というところで、あと相手のタワーは534ですね。うわぁ、534かーってなるのが普通だと思うんですけど、
まあ、僕てかこのデッキからしたら、ああもう534なんだねっていうなんかね、スペルのダメージを計算したんですよ。そうで、このタワーレベル9ですね、まあ、大会であったりこういうチャレンジでは674だったかな、なんか虚しいみたいな、はい、なんかそんな感じ。いや僕の計算が間違ってなければ多分ね674、削れますというようなデッキでございます。いやディガーがもうなんなら辛い、一番辛い。うん、これもうね暇すぎるな。ちょっと待っちゃおう、一回待って。相手のユニットに今ロケットかポイズン打つと、まあ、雪玉なので、あーまあバルーンですかね、マスケバルーンとか結構安牌なデッキかなというところではあるんですけど、いやこれポイズン打つのはヤンキーかなスケルトンにポイズン落ちたくなってきちゃうんですね、このデッキ使ってると。これまあトレン使ったらバルーン来るかもしれないんですけど、まあ、ロキあるからいいかなっていう。うん、よいしょ、さあ最強ですね。でまあなんならテスラプラスのトルネードで、まあ、バルーンをキング起動できるとよりね、有利に戦えるんじゃないかなというところで、このチャレンジは674ですね。ロケポエトルネットで、マルチのやつもさっきなんかね数えたんですよ。マルチはギリ1000届くか届かないかぐらいだったんですよね。いや本当にもう計算ちょっとめんどかったんで、なんかほんと結構適当になっちゃったんですけど最後までやれやって感じなんですけども、まあ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 そういうこともねありますよというわけで、とりあえずまあ、ディガーは外側に出しやすいので、まあ、外側の方にね、ナイト出してあげて、もしかしたら逆サイに転換してくる、そうですね。そんな感じがしました。まあ、でもこれテスラプラストルネードで、まあ、キングギドできるんですよね。で、問題はこのディガーのダメージですね、僕としては。よいしょ。バルーンは、オッケーオッケー。で、このね、ディガー、待って待って、俺キング落ちるよ、これ。もしかしたらやばいっすね、これ。さすがに。おい、危ない、怖い。まあ、次来たらロケですね。トルネが回んないので。まあ、最悪テスラが回ればいいかなって感じなんですけど。で、このデッキは相手が攻めてくるサイドに、まあ、アイビズとか出したり、まあ、防衛ユニット出していきたいので、基本的には、この、なんていうんですかね、相手の同サイドにね、同サイドにちょっと合わせていきたいところですね。なので、結構こう、両サイドに振られると、すごいね、嫌なデッキですね、このデッキは。さあ、でもここもマスケが多分ね、この辺から出てくるんですよ。っていうような、なんとなくのね、ポイズンとかはもうどんどん打っていかないと、削りでね、勝てなくなっちゃうんだよ。よいしょ。いや、ミリ残りはナイス？で、まあ、こっちでね、組みつつ、で、今回では逆サイ来る。で、テスラの位置ちょっとね、むずいっすよね。うん。で、これはちょっとね、このテスラをまあ気持ち延命してあげてね。よいしょ。で、あれはもうポイズン打っていきましょうか。ロキ打つのはね、なんかちょっと怖いっちゃ気持ち怖いですよね。まあまあまあ。最後に打てばいいんでね。一旦最初は丁寧でもいいかもしれないですね。まあ次はもうテスラがありますよと。で、ここもね、ナイトでしっかり拾ってあげます。いやもうね、強いんですよ、これが、これが。で、僕が一番きついのはこういうね、マスケットですね。高めの位置のマスケットが、個人的にはめちゃくちゃきついですね。ポイズンなので、こう、まあ高めの防衛ポイズンになっちゃうんですよね。そしたらこう、相手の、なんていうんですかね、たまにダメージいかないので、ああ、見てこの、スケ読みウッド。いや、本当に適当じゃないですからね。気持ち適当かもしれない。さあ、で、ここか？あ、もうロケでいいや。ちょっとね。楽しちゃいます。で、もうここでもうポイズン削りですね。いや、絵がすごい地味かもしれないんですけど、それはもう勘弁してください。で、高めにマスケ来る。確実にね、削っていきますよと。相手からしたら、お前、これどんなんで通すんやねんって感じなんですけど。なんで関西弁やねんって感じなんですけど。よいしょ。さあ、まあ、ロケをね、打っちゃいたいですね。これテスラがあるんで、で、僕テスラを本当に使ったことがないので、テスラの位置、まし、上手い人からしたら、お前、なんでそこにテスラ置いてんすかって。ね、そこじゃあ、ちょっと生えにくいですよ、みたいな、こう思うかもしれないんですけど、許して。許してください。ってなわけなんですね。もうね、テスラを植えて植えて植えちゃいますね。はい。これでも植えるだけお得みたいな。よいしょ。で、まあ、あとはポイズンとか。いやー、これすごいっすよね。ホグとかバルーンとかにだけ異常に強いっていう、この、思いついた人すごいですね。でもなんかマルチとかもグラチュラとかで、なんかすでに使われてた、んですよね。なんかすげえなーと思って。懐かしいなーと思いながら、はい。
まあ、この辺になったら最後にこう、なんか最後にこのね、ロケットポイズントルネウッドをバババババンってこう決めるのが、このデッキのまあ醍醐味っていうか、まあ一番気持ちいいところですかね。はい。ぜひね、皆さんも味わってください。まあなんですけど、あの一つ注意点としては、初めに大ダメージ受けるともう、ガン萎えします。後半、あの、ダメージ取り返すとか、そんなこと言う余裕ないデッキなので、マジで前半にダメージ受けたら終わりですね。はい。前半しっかり守りきってくださいね、というところで、前半に畳みかけられるなっていうところですかね。はい。前半も耐えないと負けです。さあ、ごぼうリトリトンですね。まあ、メガナイトスケラーデッキとか結構アッパイですね。なんで今、こう、端前にメガナイトとか来られると、僕は今、陸行きがないので、非常にこう、ツムツムと、まあ、言ったところでね。まあまあまあ、相手はしっかり両サイにね、この来てますと。あ、これあれかな、トリトン、さた、痛えな。まあ、トリトン痛いっすね。あ、まあ、トリトン痛いけど、まあまあ、で、これね、スケラー相手には、まあ、一生棒ポイしてロケット削りをすればまあ勝てるんですよ。まあ、理論上ね、だって相手はスケラーしか攻めるのがないのに、僕はポイズンで守ってるんで、でも入るダメージが限られてるじゃないですか。でも僕はロケットでさらに削れるっていうところで、まあ、理論上僕の方が有利なんですけど、これメガナイトとか、このスケラー以外の軸がある相手には、こう、スケラー以外の部分で突破されてしまうね、恐れがあるので、まあ、そこをしっかりこう僕は耐えていかないといけないっていうところですね。ここですね。まあ、トリトンで多分引っ張られるんですよね。まあまあまあ。引っ張ってくれやーって感じで。さあ、いや、いい感じのウッドをして耐えます。いや、待って、俺のスケ。いや、俺のスケマジでカスだった。やばい！いや、こういうことをしてるとマジ負けるんですね。このダメージひっくり返すの鬼なんで、難易度。で、相手と基本的に同際行きたいですね。なんで、まあ2400大変なんですけど、今から2400削っていきたいと思います。んで、もうなんか、近めでいい、ね。ニョキってさせてね。さあ。もうこれロケ打ったら、まあ、ケツメガナイトか、ケツトリトンからのまあメガナイトか、そんな感じなんですけど。あのゴボリキング起動しちゃいたいっすよね、正直。結構狙ってるんですけどね、さっきから。さっきから狙ってるんですけど。でも、こう、棒ポイして。これちょっとむずいっすよね、置く位置が。で、あ、いや、あれ、キング起動して。来た。いや、これはね、可能性ありますね。スケラー相手にキング起動したら、もう僕は棒ポイしなくていいんですよね。はい。まあ、でも、今回は本当に棒ポイがどうとかいうよりは、上のメガナイト系をね、止めれるかどうかっていうところなので、まあ、僕のこの後の防衛をね、見てみなさいよというところですね。はい。いや、これ、無理じゃね？ちょっと待って。助けて。いや、もう棒ポイしちゃおう。いや、棒ポイめっちゃいい、これ。で、よいしょ。そう？いや、これはね、守れそうだぞ。守れる気がするぞ。アイウィズ最強マンジー。いやー、耐えて、で、ここで本当はディガーとかね、入れるとすごいいいんですけど。まあまあまあ、削っていくぞと。いや、550ですね。まあ、スキャラ2回ぐらいなら耐えれそうっちゃ耐えれそう。よいしょ。いやー、きついきついよー。このね、トリトン、お前、ほんとに加砲されたんでちかって、話しかけたいっすね、ちょっと。これ逆言って。やばい、いらない！待てよ。スケラはノーダメで防いだとして、ポイズン2周、184? うん。ああ、地獄みてえな。やばい！待て。いや、耐えれるぞ。これ耐えれる。いや、マジで耐えれる。耐えなきゃだって終わるんだから耐えろ。いや、マジで耐える。ジャンピングスマッシュじゃないんすよ、もう。まあだから本当にね、そういう感じですね。今回のこのメガナイト系ですね。いやでも、多分もう本当に完璧にいければ、まあ、勝てないこともなさそうでしたけど、ちょっときつそうですね。トリトンとかがいることによって、この、まあ、ナイトだけではね、この陸がちょっと足りないっていうところですね。なんで本当に前半に受けた、こう、少しのダメージによって、後半ね、覆せないっていうことが、まあよくあるんで、お気をつけくださいと。まあいうわけで、今回ね、アイスピですね。ホグだったらいいなぁ、もう勝ち確ぐらいだと思う。いや、本当にごめんなさい。だって、テスラもトルネードもあるので、
僕はもうロケット打ってテスラ置いて、ロケット打ってトルネー置いて、ロケット打ってってロケット何枚あんだって感じなんですけど、まあでも本当にそういうサイクルでねやれば勝てるんじゃないでしょうか。まあ 2.65 かな。まあこれマスケットとか多分合わせられるので、もうマスケ読みロケットとかをやっちゃいたいけど、ちょっと怖いのでポイズンにしちゃおう。いやめっちゃいいやんけ。めっちゃいいポイズンやんけ。まあ次トルネーで金ギドしたいですね。このアイスミのダメージちょっと嫌なんでね。よいしょ。さあ、これで、よいしょ。さあ、ノーダメでキング起動と。いやー、これですよね。やっぱこう、このデッキを使ってて、一番気持ちいい、相手がホグやバルーンの時ですね。で、まあ、唯一、っていうか、まあ、負け筋もこう、全然あって、マスケットですね。本当にこのデッキがきついのは。マスケットがきつくて、あ、これは本当に相手の精神をも破壊してしまうデッキでもありましたね。マジでこの、ごめんなさいね。本当に。クラロを嫌いにならないでください。僕のことはね、全然嫌いになってくださっても全然いいんですけど、本当にクラロアだけはね、続けてくださいというところで。これは本当に少し申し訳ないというか、またさらに別の申し訳なさがあって、この相手が別に諦めるのはまあこう分かるんですけど、その後に折れないんですよ、僕タワーで。折るのにも時間がかかるから、これ別に煽ってるわけでもないのに、なんかこのよりね精神的ダメージを相手に与えてしまうっていう、さあこのナイトアイスイーズで頑張って折りに行くんですけど、僕の最大火力ですからね、このナイトアイスイーズが。本当にこれがね、ちょっとこのデッキのまあ大変なところですよね。まあ、こういうこともあんまないと思うんですけど、よいしょ。さあ、しっかりね、スペルで削っていきます。やばい。この、マジで相手からしたら、お前、早く終わらせろよって感じなんですけど、僕だって早く終わらしたいんですよね。本当に。そこだけはね、ちょっと分かってほしいですね。800なので、スペルで削るより多分、ナイトアイスイーツとかで一回攻めちゃった方がいいですね。オッケーと。まあ、いうところでね、いや、このもう、相手の心まで持ってしまう、この、最強でね、最悪で、もう本当に、やばいデッキですね。はい。こちら皆さん、使ってみてください。ちょっとね、最後、相手の方が離脱しちゃったんで、一回ね、もう一戦いっちゃおうかなと思います。よろしく！お腹が空いてるよ、ジャイアントスタンプ。とりあえず、まあ、相手が攻めてきた同サイドにね、エリンと合わせていきたいですね。よし。エレジャイとかもなんか、あんま見ないっすよね。もうなんか、いたの？みたいな。なんかもう、新カードマザーネクロマンサーとかの方が、なんかこの、なんていうんですか、圧があるというか、なんかなんて言ってるんかわかんないんですけど、もうなんか、いたのみたいな。忘れ去られた存在な気がしますね。さあ、今回、やりごぶギャングスケバレなので、まあ、迫撃か、メガナイトスケバレデッキかなと思います。さあ、メガナイトスケバレですね。これもう、キング起動しちゃいます。よし、ボーポインもしちゃっていいですね。本当にキング起動するだけで一気にね、有利になります。さあ、相手はメガナイトスケバレ枯渇なので、まあ、前半に僕がロケットとか撃ったりしたら、もうメガナイトがまた止まんないですね。っていうのを気をつければ、まあいけるんじゃないかなと。いや、マジで本当に、メガナイトとか陸ですかね。なんか陸ですぐに攻められるのが一番きつい気がしますね。さあ、ここでしっかり延命してくれて、もうウッドも使っていいですね。テスラを延命することによって、このメガナイトを溶かせるんでね。結構こう、なんか上手いクロスボウ使いとか、まあ、テスラとか使ってる人はすごいね、テスラを延命してきますね。そしたらこう、あるテスラ置かれてると、なかなかこう攻めづらいっていう部分で、その間にこう、なんかコストを整えたりだとか、ま、いろいろできるっていう感じですかね。これま、ザップ打たれますね。パーンパーンあれルパーンみたいなとこなかった今。さ、とりあえず削っていきます。このポイズンもじわるですけどね。まあまあまあ。テスラ行って、スケバレのダメージですら抑えたいですね。で、なんならこのやっぱテスラをね、延命したいので。で、ここでテスラあるだけで相手もこっち側攻めれないんですよね。なんでこっちにメガナイトを組んでいきますよね、というような形でございます。さあ、これ守りましょうか。なんかね、ポイズンとか打ちたいんですけど、ロケとか。なんか、守れなくなるのがやっぱ怖いですよね。さすがに僕も。いや、これめっちゃいいトルネードじゃない？佐藤。しかも見てこのアイスウィズ2周目いるのっていう感じなんですけど、さあこれメガナインドラ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 、うん、コウモリにロケットを撃つ男、いやーいい。
さあ、いいとか言ってる場合じゃないんですね。結構やばいですよね。謎の余裕があるんですけど、僕結構やばいですよね。ここはウッドでね、美味しくいただけるよと。で、本当にこのディガーのダメージさえ抑えれば、相手は僕にもう手も足も出ないぞというところだと思うんで、はい、ポイズン。はい、ポイズン。はい、ロケット。いやー、あれちょっと早いな。いや、当たるか。いやー、当たるよ、でいけー。うん、まあ、スケバリにロケ当てれて喜ぶ人もあんまいないと思うんですけど。マジロケットゲーですね。このデッキはロケットとポイズン。楽しいですよ。おすすめですよ、マジで。これでナイトで受けつつ、このインドラね、竹押しけ取ってあげなきゃやばいですね、と。で、このちょっと、あ、待って、ミスった、やばい。やばい、待って、結構やばい。アイウィズを延命したくて、ディガーをトルネで剥がそうとしたら、なんか、自殺しようとしたみたいな。そんな感じになっちゃいましたね。でも、相手がずっと動作来てくれてるので、もう僕はね、おいしいおいしいという感じなんですけど、もううっとっちゃって、ふいふいふい、ああもうこのなんか地獄ですよね。僕もクロスとかを対戦相手にやってて、なんかテスラが相手の陣地で2本立ってるみたいな、防衛クロスとテスラが2本みたいな、ああお前もう無理やんけっていう、なんかね、やんじゃいますよね。本当に相手の気持ちがわかりますね。あ、相手はこういう気持ちだったんだって、あ、これ無理だ、どうやって勝つみたいな。あ、諦めたっていうのはまあ分からないことも非常にないですけど、まあ、最後まで諦めない方が、まあ、何かね今後につながる可能性があるかもしれませんというところで、さあもうあとはもう本当にね作業ですね。まあ、あとロケットポイズンをもう一周ずつ回すだけなんで、ね、まあ、できるだけ回転早いので回してあげるとよいしょいいかなと。でこうトルネとかもね使うと時間稼ぎになるんでね、このトルネポイズンで OK フィニッシュかな、削り切れるかな。あれあれ、ワンチャン負けたらやばいっすけどね。オーケー、ナイスゲーム、グッドゲームと、まあ、いうところで、ぜひね、防衛に自信がある方、クロスボウ加工されて泣いてる方、防衛上手くなりたい方などね、はい、友達をいじめたい方など、ぜひ、このデッキね、使ってみてくださいというわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。